おお、すごくない？うん。美味しい、美味しい。いいね、いいね。もっちりだね。もっちり。あ、すごい、すごい。ワンズタイムでは、ワンコと一緒に車中泊の旅をしています。はい、行ってみます。今回の旅、目的地は岐阜県。千葉から岐阜へ。もちろん高速道路を使用します。ということで、東名高速道路サービスエリア全部寄ってうまいもの探し、後編も激うまグルメが続々登場。サービスエリアでワンズと夜を散歩、巨大な足跡にびっくり。今回は東名高速道路サービスエリア全部寄って美味しいものを食べ尽くせ。でルールは、東名高速道路東京インターチェンジから小牧インターチェンジの間、全6カ所のサービスエリアでうまいものを探して食べて紹介します。パーキングエリアはね、今回もう紹介しません。そこをね、全部泊まっていくと目的地に着かないっていう恐れがあるので楽しみですね。視聴者のね、皆様のお出かけの参考になれば嬉しいです。はい、それでは行ってみましょう。ワンズタイムということで、藤川サービスエリア、いやー景色綺麗でしたね。いや、もちろんね、焼きそばとかもね、ソフトクリームも美味しかったんだけど、今回はここは景色が富士山ドンっていう感じね。しかも夕焼けと富士山が一緒に見に楽しめて、景色がね堪能できました。はい、素晴らしいサービスエリアでしたね。次の目的地は牧之原サービスエリア、ここから 48km ですね。約1時間ぐらいですかね。はい、それでは行ってみましょう。景色が素晴らしいです。今ね、ちょうど時刻が5時ちょっと前なんですけど、いやー素敵な、なんかね、感じが、海と山とこうね、こう多分日本清水、場所がね、あとちょっとで8キロで清水なんですけど、すごい綺麗ですよね、夕焼け。いやいやいや、ここね、多分すごい素敵な場所。今日本平を過ぎて、場所は焼津の方に向かっているところですね。以前ね、私たち久能山東照宮行ったんですけど、本当に素晴らしい場所でしたね、久能山東照宮。あの家康公が祀られてるんですけども、いや本当にね、あの日本平のロープウェイ登って最高の景色見つつお参りできてよかったと思います。はい、あの時はロープウェイ乗ったんですけど、あの歩いて、まあ、登れるんですよね、あそこね。足腰強い方は ね、ぜひ登ってみてください。日本平素晴らしい場所です。この夕方の日が沈む瞬間の色合いというか、すごい綺麗ですよね。でちょうどその時間の高速なんで、なんかいい感じの色ですよね。なんだかんだね、ワンズタイムやって東名高速道路は結構走ってますね。だけどこの新東名は走りますけど、こちらの東名高速の方はあんまり走らなかったんで、なんかちょっと新鮮さがありましたね。で今あの新しい DJI のオズモポケット3で撮ってるんですけど、結構夜強いんですよね。今までアクションカムとかジンバル系で、まあ、これあのインチが1インチに変わったので、サイズが大きくなった分ね、夜の明るさも十分な感じになってます。いやいいですよね。いや皆様に少しでもね、素敵な景色を届けられればと思ってね、頑張って撮影していきますので、続きね、ワンズタイムよろしくお願いします。夜も更けました。あの予想以上に押して、今ね、5時半ぐらいなんですけど、時刻はねもう真っ暗です。もう日が落ちるの早いわけですからね、今ね。ということで次のサービスエリア、牧之原サービスエリアね、もうすぐ到着します。行ったことないサービスエリアなんで、どんなサービスエリアかね、全く想像つかないんで、それも楽しみの一つですね。はい、ということで牧之原サービスエリア到着です。ということで牧之原サービスエリア到着です。5時半ぐらいですけども真っ暗です。
寒くなってきた、ね、結構駐車場は広いかな。はい、ということでね、じゃあちょっとお店行ってきます。はい、結構ね、ここの牧之原サービスエリアもね、まだ押したことないので押してきます。下りね、下りね、はい、はい、ゲットです。誰牧之原翔子さん、うん、はい、ということでね、中はね、蕎麦屋さん、中華そば、あとね、焼津の綱本103とかね、お袋亭とかに、ね、入ってます。あとローソンでね、地元の商品たくさん売ってたりとか、はい、いろいろ楽しめそうですね。はい、こんなラインナップです。はい、ということでね、ここの牧之原サービスエリアは、この牧之原ロールっていうのがね、結構売りで、なんかこの小豆とコントラストがね、いいっていうね、クリームの、はい、ね、小豆とクリームの、はい、かなり推してますね、はい、ただちょっと今回ね、冷蔵庫満帆になってしまうのと、こう結構大きめなので、これがね、冷凍なんだよね。そうなんで、冷凍なんですよ。で、うち冷蔵庫なんで、冷凍しすぎちゃうとちょっとあれなので、今回はね、買えないですけど、次回買ってみたいですね。はい、ということで牧之原サービスエリアで買ってきたのが、生氷みかんゼリーと安曇野のヨーグルトプリン、これがね、美味しそうだったんですよね。これ買ってきました。この他にもね、プリンとかいろいろあったんですけど、一番目を引いたのがね、これでした。限定の、週末限定のプリンとかもあったみたいなんですけど、今日ね、売ってなかったので、これをチョイスしました。これ食べてみましょう。おお、なんかプルンプルンだ。プルンプルンです。オレンジの、あ、オレンジの香りがしてこない？してきてる。はい。プルンプルンだ。ほら、すごいプルンプルン。おお。プルンプルンだね。お、プルンプルンしてるよ。プルンプルンしてる。すごいプルンプルンしてる。はい、じゃあどうぞ。いただきます。あ、柔らかいんだ。あ、そっか、そういうことか。おいしい。おいしい。なんか甘酸っぱくてトロントロン。甘酸っぱくてトロントロン？うん。いや、すごいじゃん、当たりじゃん。すごい美味しい。すごい美味しい。なんかね、果汁いっぱいって感じ。よかった。なんか取れた。うん、取れた。いや、すげー美味しい。あ、すごい美味しい。よかった。え、なにこれ思わぬ発見が。すごい美味しい。あ、よかった。すげーな。おお、すごくない？白さが、うん、真っ白。はい、いただきます。あー、美味しい。優しい味。あ、プリンというよりはヨーグルトの方が強いから。ゼリーっぽい。うん、ゼリーっぽい。うん、美味しい美味しい美味しい。これもまた買いに行きたい。これなんだ、ヨーグルト。うん、なんか
なんかね、ちょっとカルピスのような感じもする。美味しい。これも正解。よかったね。うん、今ね、こういう味を求めてた。さっきあの焼きそばでこう味が濃くなってきた、まあ、ソフトクリーム食べてちょっと潤したんだけどこういうのが欲しかった。デザートが欲しかったんだね。うん、はい、さっぱりとね、はい、一日中食べ歩いてこういうのが食べたかった。ちょっとこれも食べてみてもいいよ、うん、はい、じゃあちょっとみかんいただきます。なんだっけ、みかん、みかんゼリー。すごいね、これプルンプルンでしょ。プルンプルンだ、これ。やべ、ちょっと揺らせる。やめて上手に食べて、綺麗に食べて。いただきます。やべ、これうめこれね、美味しいでしょ。うまい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 、なんだこれね。もう一回書いて行きたくなるでしょ、これ。うまいうまいな、これ。やべ、これちょっとやめて、そんなにいっぱい食べないで。タコが出てきたよ。うまいうまい言うからちっちゃくして。うん、はい、ということで、ふみさんも匂いがさっぱりしてる。いや、全然さっぱりしてるよ。美味しい美味しいでしょ。美味しいんだよこのヨーグルトプリンも。美味しいんだよ。美味しい。なんだこれ、また新しい発見しちゃったよ。こんなの見たことないからね。うまいね。さっぱりして美味しいね。美味しいね。うん、よかったね、これね。うん、はい、今こういうのが欲しかった。ちょっとこれはね、うん、もう一回買いに行こう。うん、ワンズタイム。はい、ということで牧之原サービスエリア無事食べ終わりました。いやー、美味しかったな。はい、だいぶ夜遅くなっちゃいましたが、次浜名湖サービスエリア、はい、行きたいと思います。浜名湖ね、本当は夕焼けが綺麗って、浜名湖を夕焼け見に行こうと思ったんですけど、もう真っ暗です。はい、その代わり富士山のね、夕焼け見れたんで、はい、それはそれで良かったと思います。ということで次のね、浜名湖サービスエリアにね、向かいたいと思います。いや、あの本当はね、ここの浜名湖サービスエリアで夕焼けが綺麗ということで、夕焼け見てみようっていう話もあったんですけど、まあ全然ですね、今時刻は7時半です。はい、もう無理です。全然間に合ってないです。はい、今、自宅を出てここまでで約11時間ぐらい、8時半に出て今7時半なんで、今11時間ぐらいですね。あのサービスエリア寄るっていう企画は一個一個時間、今回私たち取っちゃう方なんですけど、まあ、それをやっちゃうとこうなりますっていうことが証明されました。でもいつもそうじゃん。そうだね。まあいいよいいよ、とりあえずね、あの行ったところでまたね、いろんなところがあったんで、いろんなものも見れたし、はい、欲しいものにも出会えたんで、全然苦にはなってないんですけどね。あの忙しい時はこういうことやっちゃいけません。はい、1日かけて全部見ていこうっていうのんびりタイプだったらこれでいいと思います。はい、ということで浜名湖サービスエリア、もう少々で到着です。あと2キロですね。そうだね、そうだね。浜名湖の真ん中でワンと叫ぶ、楽しかったね。浜名湖ではそういう思い出が残ってます。はい、左方向です。ワンズとね、クルージングして浜名湖の真ん中に行って写真撮ったりとかね、して、あれ楽しかったね。はい、ということで、浜名湖サービスエリアに到着です。はい、もう車の台数もね、トラックが多い時間帯になってきてるのかな。目的地です。という。はい、到着でーす。はい、夜ね、暗くなったので、カメラをオズモポケット3に変えました。はい、こちらのカメラの方がね、明るいんで。はい、ということで、ここはこんなのが入ってます。浜名邸うどんそば丼ご飯とかね、定食とか海鮮丼とかもね、いろいろあるけど、やっぱりうなぎか、浜松だからうなぎ、そして浜松といえば餃子もあるみたいですね。はい、
はい、行ってみましょう。夜綺麗だね、このカメラ。オズモポケット3、いいね。なかなか。あー、ここのうなぎのね、お弁当食べたかったです。やっぱちょっと来るの遅かった。はい、浜の子といえばね、うなぎなんで、これを今回ね、食べようと思ったんですけど、営業時間終わっちゃいましたね。19時までですね。はい、残念です。うな丼が手軽なカップにのカップうなぎ飯。この1380円ですね、食べたかったんですよ。はい、これね、次回はこれ食べたいですね。他にもね、うなぎ弁当とかね、ちゃんとしたものが、はい、食べれるそうです。次回来た時にはね、これ食べてみたいです。はい、ということでね、浜松といえば餃子。はい。浜松餃子、浜太郎。初めてですね。はい、ということで、ここで食べていこうと思います。浜松餃子。はい。こちらをね、食べていこうと思います。到着でーす。餃子の大好き。おー、出ました、出ました。美味しそう。浜松餃子。餃子、餃子。浜松餃子、餃子ですね。餃子。すごいな、それ。すごいな、これ。はい、じゃあ、つけて。あ、いいね、いいね。どう？おいしい。おいしい。石松餃子とは違うの？違う。違うんだ。やっぱね、そこの餃子餃子によって違うよね、美味しさがね。次、いただきます。はい、うわ、美味しそう。うん、美味しい。外がね、もっちりだね。もっちり。中シャキシャキでしょ、野菜。中シャキシャキ。あ、美味しい。これもね、何個でもいける。このね、もやしがいいんだよね、何気にね。そう、もやしさっぱりするもんね。うん。で、その後の味噌汁、うん、ほっとする。ザ・シンプル餃子定食、いいね。値段もビールタンプだし、いいです。浜松餃子ってさ、うん、安いよね、うん、これがいい。どこでも安いよね、うん、何なんだろうね。手軽に食べれるっていうのがいいかもしれないね。宇都宮もそうだけど、餃子の消費量がやっぱ結構あるんじゃないかなと思います。美味しい。本当に美味しい。また石松餃子と違った美味しさがね、うん、これはこれで美味しいよね。美味しい。はい、ごちそうさまでした。浜松餃子浜太郎、美味しかったです。はい、うん、ワンズもね、ドライブ疲れがあると思うんで、ちょっと気分転換で夜の浜名湖サービスエリアお散歩です。はい、もうね、そんなにお客さんもいないですけど、スターバックスがあってサーティワンがあるなんていいね。はい、結構いいかもしれない。ショッピング館とかうなぎもあるし、これ日中は富士宮焼きそばとかコロッケとかはんぺん専門店とかいろいろあるんでいいですね。はい、また日中来てみたいですね。ちょっと夜景見に行こう。あ、ゴジラの足跡があったよ。はい、夜の浜名湖です。真っ暗です。何にも見えません。そりゃそうかな。もうな、しょうがないね。今日もワンズもね、夜お散歩結構ね好きなんですよね。なんかワクワクするらしくて。みんな結構好きです。ちょっとね、やっぱドライブが長く続くとね、ちょっと時たまサービスエリアとかでね、歩かせたりとか、まあ、人間も犬も
長時間だとね疲れちゃうので気分転換しながら行きましょうね。はい。あ、本当だ、でっかい。あそこにねゴジラの足跡があります。はい。ちょっとねデジタルズームでちょっとかなり荒れちゃいますけど、ね、ゴジラの足跡です浜名湖自体はねもう真っ暗で何も見えませんが、でも後ろにちょっとね光があって綺麗ですね。はい。ここ多分夕方、確かに素敵な場所ですね、きっと。ああ、ここに夕日が差し込むとすごく綺麗な景色になると思います。今度は明るいうちにねここのサービスエリア来てみたいと思います。はい。これ桜かな。うん、なんか素敵なとこですね。あ、愛犬家の皆様へと、やっぱ散歩の人たち多いんです。ちゃんとねペット専用のゴミ入れがあるんですよ。すごい、ちゃんと愛犬家に優しい。じゃあなんかね浜松ってね愛犬なんか優しいんですよね。犬飼ってる人口が多いんだよね。あ、ここ浜名湖の眺望が綺麗なんだね。記念スポットもございますって書いてある。近くで見るとマジででかいんだけど、なんだこれ意外とでかいな。ロケ地、浜松浜名湖。はい、ゴジラねやりますよね。実物大足跡。いや、すげえ。体長 50.1m、 足跡 15.2m×11.1、 すげえな。足跡内立ち入り禁止。まあそりゃそうだろうな。ね、優しいね、やっぱね浜松いいとこだ。はい、ということでねここもね、反抗していきましょう。スタンプ、うん、そうだね。はい、浜名湖サービスエリアです。はい、ゲットです。お、やっぱねサービスエリアのハンコって素敵だよね。綺麗だよね。綺麗だよ。ちょっと道の駅はねちゃんとつくの、うん、つかないからね。はい、 OK です。ワンズタイム。はい、ということでね浜名湖サービスエリア餃子も食べてお散歩もできてとても良かったです。はい、ということで次ね豊田上郷サービスエリア行ってみましょう。ここからね、58キロありますね。40分ぐらいですかね。はい、それでは行ってみましょう。はい、ということで、今ね東名高速道路最後のサービスエリア、トヨタ上郷サービスエリアですね。そちらの方に今向かってます。最後のサービスエリアですね。もうだいぶ時間が遅くなって、今9時30分を過ぎてますね。出発が8時半なので、かれこれ13時間ぐらいですね。はい。あと少しでね、サービスエリア到着です。トヨタ上郷サービスエリアですね。どのサービスエリアもね本当に素敵でした。はい、共通して言えるのはトイレが綺麗。
まあ、本当に透明高速道路はね、透明高速道路は本当にトイレが綺麗、本当にねいいよね。トヨタ上郷サービスエリア、ここだね。はい、ということでトヨタ上郷サービスエリア到着しました。はい、入ってすぐね、タベリン横丁っていうね食べ物屋さんがあるので、はい、地元のね、味噌カツとかね、いろいろ食べれそうですね。はい、ファミリーマートとタリーズコーヒーがあって、で奥にグルメコーナーね、味噌カツとか食べれるところがあります。本当だ、何これ、何これ、何、置物、ワンコ日和、玉持ち柴犬って超可愛い、超可愛い、本当だ、可愛い、身の焼き、瀬戸焼きとか書いてある、焼き物の、そうな位置なんだね、うん、いろんなね焼き物が置いてある、瀬戸物です、可愛いね、こういうのもいいよね、うんうん、スタンプ押してきます。トヨタ上郷サービスエリア下り線ですね。はい、旅のね、はい、サービスエリア、あ、これもいいですね、素敵なスタンプです。店内は味噌カツ定食とかね、コーチンのトロトロ親子丼とか、混ぜそばとかね、四日市のトンテキとか、名物は四日市のトンテキ定食みたいですね。あー、美味しそうだね、これいいな。あとね、私気になるのはね、このトンテキきしめんが気になります。はい、なんか美味しそうなんだよね、きしめん好きなんですよ結構ね、だからこれ気になるな、今度ねオープンしてる時はこれ買いたいです。さすがにねお腹いっぱいです。なのでここではね、明日の朝のカレーパン買ってきました。この有名なのが半熟卵のカレーパン有名で、でコーヒーもねセットで買ったんだよね、これ。はい、コーヒーセットで買ってきました。でこのコーヒーも結構こだわったコーヒーみたいですね、ね、そう、はい、なのでこれ買ってきました。これ今のもね、はい、このコーヒーとあとねちょっとね、あの長餅っていうねおやつ買ってきたんで、それをね車内で食べましょう。はい、ということでトヨタ上郷サービスエリアで買ってきた、じゃじゃん、長餅です。はい、これね気になったんだよね、長餅ね、長餅美味しいんだよ。あ、知ってるの？知ってるよ。お、なんだ、久美さん知ってました、長餅。自分は知りませんでしたね。はい。それと、コーヒーセット。はい。これ1点買ってきました。はい。あと、カレーパンはね、明日の朝食べます。まずはコーヒー飲んでみましょうか。コーヒーもね、結構こだわりみたいですね。はい、どうぞ。いただきます。熱いかな？あ、美味しい。あ、美味しい。うん。うん。ちゃんと豆の味がすごい。あ、美味しい美味しい、うん、へえ、あ、いいね、これがね、有名な長餅です。ふみさんは食べたことあるみたいですけど、私は初めてです。美味しいよ、ほんと、うん、あ、じゃあ先食べてみる、うん、そうだね。ということで、はい、長餅ほんと長いよね、うん、長餅というだけあって、ちゃんとした 長い餅、もうこんな感じ、長餅割ってみます。あ、割れない、お餅だから、お餅だからこうなってんだ、伸びちゃう、うん、お餅だからこうなってんだ、すごい伸び伸びだね、あ、すごいすごいね。はい、ではいただきます。うん、美味しいでしょ餅だ、美味しい、いや本当美味しいですよ、これ長餅に、ね、初めて食べたんですけど美味しいです。これ餅の箱の柔らかさとこのあんがねちょうどいい量なんですよ、うん、一口サイズで一個ペロって食べちゃう。でこのねコーヒーがまた合うんですよ、コーヒーの苦味とこのあんこの感
じがちょうど合ってて。おいしい。おいしい。予想通り。うん。予想通りっていうか知ってる味。なんだよ。知ってるの。よく知ってるよね。ふみさん、本当になんかグルメだから、いろんなもの知ってますよ。ほんとね。私食べたことないのばっかなんで。ちょっとね、炙ってるのが美味しいんだよね。あ、そうなんだね。うん、少し炙ってるんだね、これ。うん、なんで美味しいのかなと、炙ってるんだ。うん、お餅を少し炙って、なるほどね。ワンズタイム。はい、ということで東名高速道路サービスエリア6カ所回ってきましたね。いろんなサービスエリアありました。楽しかったです。本当に美味しいものばっかりですね。あとね、どこのサービスエリアもなんか景色良かった。まあ最後の2つはあの夜だったんで見れなかったんですけど、あんまりね。なんでまたね、あの昼の明るいうちにね来てみたいと思います。あと美味しい食べ物はね、本当にどこもね、やっぱりそこのまあ静岡の静岡、名古屋名古屋っていうね、うん、美味しいものたくさんありました。はい、ということでね、はい、無事終わったんで、これから車中泊の準備に取り掛かります。東名高速道路抜けてね、ちょっと行ったところにまたパーキングエリアあるんですけども、そちらの方で今日は車中泊したいと思います。はい、ということでね、今回東名高速道路サービスエリア全部行ってみよう企画ね、やってきましたけど、とうとうね終点の小牧インターチェンジまでねやってきました。東京インターチェンジからね、この小牧インターチェンジまでが東名高速道路なんですけども、この間の6つのサービスエリアに寄ってきました。いや、どのサービスエリアもね素晴らしいサービスエリアでした。はい、小牧インターチェンジですね、今通過しました。無事東名高速道路制覇です。はい、はい、今名神高速道路に入りました。はい、ということで到着しました。目的地の尾張一宮パーキングエリアです。はい、ここでね今回車中泊したいと思います。ここも初のパーキングエリアです。ワンズタイム。尾張一宮パーキングエリアに到着後、ワンズとまったりタイム。サービスエリアでお散歩もできたので、ワンズも満足そうでした。いやー、イカのマヨネーズ。今後も楽しい情報を満載でお届けします。お楽しみに。すごい綺麗です。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。これね、美味しいでしょ。うまい。